ゲストの2人はホロライブ内に推しとなる先輩がいらっしゃるので、うん、その推しについて熱く語ってもらいたいです、はい、ということで、うん、じゃあラプ様からいきます。断る。あれなんで断る。我が輩もね、ドタン拒否。ドタン拒否なの？そうなの？あ、教えたくないんだ。あ、教えたくないんだ。我が輩魅力を語るとか嫌だ、この前対談しちゃったけどな、トワ様。ねえ、もう待って、我が輩なんかこの前、はい、なんかその収録でたまたま一緒になった時があって、お、トワ様とですね、トワ様、そう、トワ様さんな、あ、トワ様さん、はい、うん、トワ様さんと一緒になった時があって、はい、なんかその時に、なんかラプラスはさ、あ、トワのこと好きって言ってくれんのにメッセージとか全然送ってくんないよねとか拗ねてて、可愛くない？可愛い、可愛くない？可愛いけどメッセージ送ればいいじゃん、なんで送んないの？え、無理普通に。あ、いや、わかる、その気持ち。あ、やっぱ、そうなんだ、無理なんだ、うん、まあ、無理、ね、だってもう、うん、無理でも、うん、父様は結構レスポンス早いっすよ。いや、早いっすね。でもなんか二人っきりじゃないっすか、メッセージって、うん、デートやん、実質。気持ち悪い。デートやん。だからちょっと、それちょっと行くのちょっと緊張するの。なんか、かわいいけど、ちょっとキモいな。ちょっとゾン引きして空気おかしくなの、やめろやま、うん、ごめん、ほんとに、ちゃんと可愛いけど、ちゃんとキモい。ね、だから、きっとなんか、トワ様とメッセージとか無理だよね。そっ、え、うん、ラプ様、語んなくていいの？うん、語んない。いいの？今、ちょっと、トワ様とのメッセージ、積み返してた。気持ち悪い。気持ち悪い。バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない。ピアンド M だね。 You are 変態、バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、もう知らない。ピアン